ちこう、前剣、行く。ちこう、前田健太さん3回6失点で降板、8試合連続勝ち星なしで今シーズン2勝5敗、防御率 7.26。さすがに限界だな。36歳、さすがにもうあかんか。ハンカチ世代も終わりやね。辛いな。ボビーミラーの方がクソだからセーフ。ボビーの方が防御率うんこになってて草。恵まれた肉体スペックからクソみたいな投球術、前剣と融合しろ。あと36勝なのになんとかできんか。さすがにもうメジャーじゃ無理やな。噂はと一緒に帰ってくるばい。NPB 基準でも球遅いからな、そりゃ打たれる。TJ で元に戻らなかったパターンか、トータにもこれがありそうで怖い。若い頃から投げまくって30歳超えたら体がボロボロなのは当たり前だわ、だるが異常なんや。山本由伸も無事肩痛めたし佐々木が日本でサボりたい気持ちはわかる。ハンカチ世代一気にガタ来てるわ。田中志望坂本志望柳田志望前田志望梶谷いつも死んでる。ハンカチ世代より年上のダルビッシュとかいうやつやっぱりやばいわ。前剣はまだまだやれると思ってたわ。まあ黒田とかダルと比べても酷か。本命古巣広島対抗地元阪神大穴友達坂本がいる巨人。